チャンンピオンおめでとうございますありがとうございます。え最終戦、日曜日雨になりまして、えー、いかかがででしたかうんそうですね、まあ、僕としては正直どっちでも良かったというか、まあ、その土曜日の予選が終わった時点で次の日の予報を見たらあの雨マークついていたので、まあ、ちょっと捉えて正直レースしたいというのがあったんですけど、まあ今日の朝、ホテルで朝起きてカーテン開けたときに。まあ 気分モチベーションが下がらなかったんで、まあ、なんとか大丈夫かなとは思ってましたねまあ朝振り走ってみて、えー、スタート決まって、えー、そこからはどんなレースにしようと思ってました朝振り一応トップで終えて、まあ、流れが良かったんですけど、まあ、とりあえずスタート、まあ、予選7番手だったんでスタート決めて とにかく、本当、小山さんチャンピオン争いしていた小山さんがペース速いと思っていたので逃がさないようにと思っていたんですけど結局、ま他のライダーにちょっとトバトルになってしまって僕は正直逃げたかったんですけどなかなか逃げさせてもくれず何度か接触とかもあったんですけどそこでちょっと正直我を取り戻したというか一応、落ち着いてしっかりと。 完走することを目指して最後の2週ぐらいはしっかりと落ち着きで走れたので、まあ、ちゃんとチャンピオンを取ることができてひとまずは安心しています ST6002、えー、年,年目ですよね、はいえー、シリーズチャンピオンを取りました、自分の中の評価はいかがですか。 うん、そうですね、まあ、2015年から僕は ST600 の地方選から参加し始めてで、まあ、その年はちょっと大腿骨を折ってしまって半年間休んで、まあ、次の年、2016年には GP2 クラスにフルエントリーする予定だったんですけどそれも開幕戦前にちょっと怪我してしまって。 でまあ、半年休むってまた形になってしまって結局、ちゃんとそのシリーズ過ごせたのが去年と今年という形になったんですけど、まあ、去年に関しては全戦ス,スポット参戦でまあ2勝を挙げて一応ランキング3位という形になったんですけど、まあ、今年はその勢いのまま全戦全勝というまあ目標を挙げて、まあ、チャンピオンはその先にあればいいかなと思っていたんですけど、まあ、結局今年もまあ2勝しかできなくて、まあ、全8戦のうち2戦がちょっとあの決定。 まあ、あの天候などによってちょっとなくなってしまったんですけど、まあ、6戦中2勝というなん、まあ、とも言えないちょっと結果になってしまって、まあ、僕の中ではまあ悔しいレースが多かったんですけど、まあ、しっかりとこうやってチャンピオンを取ることができてチームの皆さんにもしっかり恩返してきたと思いますし、まあ、僕の中でもまあ来年に向けてのステップアップになればいいかなって,思っていますえじゃあ最後に応援してくれた方に一言お願いします。 えっと、今シーズンもたたくさんのありがとうございました、まあえっと、来年のことに関してはまだ特に、まあ、何も決まっていないというかまだ確実には決まっていないんですけど、まあ、どこで走るにしてもしっかりと、まあ、頑張りますので <laughs> これからもよろしくお願いします。